クドラ、ラジオドラマで聞く名作文学。月夜のかくれんぼ、牧本九郎。きれいな絵日傘のようなお月様がぽっかりと東の空に浮かんで、広い田んぼはクリーム色に霞んでいました。田んぼは一面に黄色と緑の菜の花畑で、昼間の暖かさがそこら中にこもっていて、うっとりとするような菜の花の匂いがむせっぽく漂っています。みんなみんな出ておいで。菜の花月夜だ、まだ良いだ。かくれんぼするもの寄っといで。どこからか歌うように子供の声が聞こえたと思うと、霞んだ田んぼのあちこちの小さな家からたちまちコロコロと駆け出してきて、菜の花畑の脇のお地蔵さんの前の道へ子だぬきのような子供が集まりました。ちょうど6人です。みんなみんな出ておいで。菜の花月夜だ、まだ良いだ。かくれんぼするもの寄っといで。6人が輪になってもう一度歌うと、またあちこちの小さな家からコロコロと小さな子供が5人ばかり駆け出してきて、仲間に入りました。もうみんな来たね。もうみんな来たね。もう始めよう。じゃんけんぽんよ、あいこでしょ。じゃんけんぽんよ、あいこでしょ。じゃんけんで鬼が決まると、みんなは一人の男の子を残してバラバラと天でに煙った月夜の広い菜の花畑のあちこちへ散らばっていきました。ひーふーみーよーもういいかい。もういいや。小さな鬼は菜の花畑の細いあぜ伝いに消えた声の方へ転がるように走ります。乱れ咲きの菜の花に体が触ると、ひらひらと花びらの散るようにあちこちから蝶々が飛び出しました。もういいかい。もういいや。小さな鬼はその声を追って菜の花畑を前へ前へ進んでいきます。けれど行けば行くほどその声は遠くへ遠くへ逃げていき、菜の花畑は広くなっていくようです。もういいかい。もういいや。もういいかい。もういいや。探してるうちにたどり着いた広い田んぼは、村にいない大地主のものでした。けれど、それは近いうちにすっかりこの田んぼを借りて作っているお百姓たちが、お金で自分のものに買い取れることになったのです。だから、この子だぬきのような子供たちは、親からそれを聞いてとても嬉しいのでした。もういいかい。もういいや。ひらひら黄色い蝶々の飛び立つ菜の花畑の霞んだ中を、小さい鬼はおぼろ月に照らされて頭だけ見え隠れしながら声の下方へ進んでいきます。もういいかい。もう小さな鬼がかわいいコガネムシのように菜の花畑を逃げていく声を追っかけていると、ふと間近に影が見えました。もういいかい。もういいよ。
だが聞こえてきたのはずっと遠くからの声で、すぐそばの菜の花畑の中を行く人影は何とも答えません。もういいかい？また呼びかけましたが、返事は遠くから聞こえてくるばかりで、すぐそばを行く人影は黙っています。黄色い菜の花の上に首だけ出して、とても落ち着いてゆっくりゆっくり歩いています。もういいかい？もう一度呼びかけて、小さい鬼は10メートルばかり前を行くその人影をじっと見ました。だが人影は別に驚く様子もなく、振り向きもしません。相変わらずおぼろな月の光を浴びて、ゆっくりゆっくり進んでいます。おい君、見つけたよ。ずるいや、返事もしないで。とその人影は初めて気がついたというふうに立ち止まって、ひょいと振り向きました。そしてにっこりと笑いましたが、その顔は見たことがあるようで、またないようで、誰だか思い出せませんでした。君、見つけたよ。君も鬼になるんだよ。すると、その人影はまた笑いましたが、その時、顎の下の首に赤いネクタイのようなものがちょっと見えました。小さな鬼は不思議に思いました。その顔は男の子なのに、赤いそんなものをつけているからです。本当におかしいな。あの顔は誰だろう。あ、そうか、お地蔵さんだ。あの赤いのはよだれかけか。いい菜の花月夜なので、お地蔵さんも僕たちのかくれんぼの仲間入りをしてるんだな。そう思った途端に、その人影は菜の花畑の中にしゃがみ込んで見えなくなってしまいました。小さい鬼はすぐその場所に行ってみましたが、そこには誰もいませんでした。不思議だ。キツネかタヌキだったのかな。少し怖くなってきた鬼はもう前へ進んでいく気になれず、寂しさを打ち消すように、もういいかいったら、もういいかい、もういいかい。すると不思議にも、そこにはいつものように赤いよだれかけをかけた石のお地蔵さんが、月の光を浴びて静かに突っ立っていました。それは見れば見るほど優しい顔のお地蔵様でした。空には絵日傘のようなおぼろ月が浮かび、消えかかった虹のような月の傘が大きくできていました。小さい鬼はすっかり安心して、心が落ち着き、元気のいい声でまた菜の花畑に呼びかけました。もういいかいったら、もういいかい、もういいやったら、もういいや。聞くドラは YouTube にもチャンネルを開設。チャンネル登録お待ちしています。そしてツイッターで独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。